怖い圭介ですけども、阪神タイガースそのボークの件ちゃんと言いましょう。審判が、嘘をジャッジすると得点の入り方逆になります。ロッテも楽天も負けましたね。髪の毛染めてる人たちが勝ってしまってるでしょ。もうめちゃくちゃじゃない。